ニュースをお伝えします。偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始54周年に際して、総書記の普及の著作チュチュ哲学は独創的な革命哲学であるが、総書記の写真とともにポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善復帰のホームページに載りました。偉大な金日成大義物を偲ぶ委員会がカンボジアで、金日成主席を偲ぶ委員会がタイとスウェーデンで発足しました。各委員会は主席の尊い革命的生涯と不滅の業績をマスコミを通じて広く紹介し、主席を偲ぶ集いと主席の業績についての討論会、映画会など政治文化の催しを行うことにしました。一方、主席の逝去24周年に際して6月28日、ソ連共産党傘下の小政党団体のメンバーからなる主席を偲ぶ連合委員会が、1日にはドイツの朝鮮文化研究会で金日成主席を偲ぶ委員会が発足しました。重貿易部門科学技術発表会及び重医薬品展示会が、朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催で3日と4日、平壌の科学技術連動で開かれました。平壌と地方の重医貿易部門の人たちが参加した発表会では、重医貿易と家畜の疾病の診断、重医薬品の生産などの土台を科学技術の面で強めるための研究を深める過程に得た200件余りの成果と経験が紹介されました。展示会には国内の原料と自然植物から製造した200種600点余りの重医薬品が出品されました。閉会式に内閣副総理の高院法農業省と関係者が、平壌と地方の重医貿易部門の人たちと共に出席しました。高く評価された団体と参加者にトロフィーと賞書が授けられ、表彰もありました。朝鮮の鉄道運輸部門で成果が収められています。平壌鉄道局では、サムジュン郡とウンサンカルマ海岸管区地区パムチャン発電所の建設をはじめ、主なプロジェクトと人民経済各部門に対する物資輸送で毎日高い実績を上げており、ケチョン機関区では集団的革新を起こして4月29日まで上半期の物資輸送計画を繰り上げて達成し、5月と6月も輸送計画を上回って達成しました。ケンジェ機関区では科学技術を優先させて、貨車の修理の速度と質を同時に高めて成果を拡大しています。朝鮮で科学技術連動の科学技術普及室のネット運営が日増しに活発になっています。IT 時代にふさわしく、全人民の学習の熱意がさらに高まっている中、これまで委員会、各省、中央機関と各道、市、郡の1万4000カ所の科学技術普及所が科学技術普及室のネットワークに加入し、600万件以上の科学技術情報が科学技術伝道から国中に伝送されました。共和国の金日成総合大学の教員研究者が科学研究で成果を達成しています。上半期にも国の経済発展と人民生活の向上に役立つ80余りの国レベルの研究で成果を収めました。また今年に入って39編の学術論文を SCI クラスの権威ある国際学術雑誌に発表しています。歴史的なパンムンジョム宣言が採択された後、民族の和解と団結のムードが盛り上がる中、平壌で北と南の統一バスケットボール試合が開かれました。北と南の男女バスケットボール代表チームの選手たちが参加するこの度の統一バスケットボール試合は、北と南の選手たちが共に組まれたチームの間の混合試合と北と南の代表チームの間の友好的な試合の方式で行われます。北と南のバスケットボール選手たちの混合試合が4日平壌のリュギョンチョンジヨン体育館で行われました。
国家体育指導委員会委員長の朝鮮労働党中央委員会チェヒ副委員長と関係者がスポーツ選手、平壌市民と祖国に滞在中の海外朝鮮人と共に試合を観戦しました。朝鮮軍統一省を率いる南側代表団と選手団の主要メンバーが共に観戦しました。試合の前に祝辞がありました。お会いできて嬉しいですの歌が奏でられる中、北と南の男女選手が互いに手を取り合って会場に入場するや、観客は同胞愛にあふれて選手たちを温かく歓迎しました。北と南の選手たちは場内を回り観客に投礼しました。まず選手、コーチ、レフェリーが紹介され、北と南の男女選手は平和チームと繁栄チームに分けて混合試合をそれぞれ披露しました。ロングシュート、リバウンドなど高いテクニックと素早い特技で選手たちが鮮やかなシュートを果たすたびに拍手喝采と歓呼が上がりました。休憩時間に披露された女性のブラスバンドの洗練された演奏と美しいリズムは会場の雰囲気に彩りを添えました。この日の試合で女子は繁栄チームが勝ち、男子は引き分けに終わりました。歴史的なパンムンジョム宣言履行のための北と南の高位交換会談の合意により、北と南の森林協力文化会談が4日パンムンジョム南側地域の平和の家で行われました。会談に国土環境保護省のキム・ソン・ジュン副森林総局長を率いる北側代表団と、リー・グァンス森林次長を主席代表とする南側代表団が参加しました。会談で双方は北と南の森林協力プロジェクトの実務的懸案を協議し、共同発表がありました。シンガポールでの朝米首脳対面が終わって、朝鮮人民との友好団体アラブ地域委員会が声明を出しました。声明は、シンガポールでの朝米首脳会談で平和への道を開いた金正恩委員長を祝う、歴史は朝鮮半島と世界の平和のために尽くして成した金正恩委員長の業績を末永く伝えるだろう、外部勢力の干渉を受けずに民族自らの力で国の統一を実現するために戦う朝鮮人民を支持すると述べました。6月28日、日本関西国際空港の税関が社会主義祖国を訪問して帰った朝鮮総連の神戸朝鮮高級学校の学生たちの記念品などの所持品を押収しました。在日朝鮮人学生たちの所持品は祖国に住む家族親戚が日本にいる家族と親戚に送るもので、日本が不当に実施している対朝鮮制裁のどの項目にも当たらないものです。日本税関の無法律な民族差別、非人道の行為を糾弾する緊急記者会見が29日東京の朝鮮会館で行われました。総連と日本、そして各国の報道機関の日本特派員が参加しました。記者会見で発言した人たちは、税関が非道な人権侵害行為について謝罪し、日本政府は共和国と総連に対する敵視政策を一日も早く撤回せよと求めました。また日本総局が総連の民主的民族教育に対する不当な差別と弾圧を即時やめ、国際法による全ての権利を保障しなければならないと主張しました。ついで質疑応答がありました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はチェ・ジョンミル応援室でした。こちらは朝鮮の声放送です。